編集チャンネル。はい、ねえちゃんです。はい、ヨンです。今回新しいゲスト、小石さん、はい、お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。株式会社クレディセゾンの小石と申します。よろしくお願いします。早速ですが、株式会社クレディセゾンさん、どんな会社なんですか？弊社クレディセゾンなんですけれども、1951年創業の老舗のクレジットカード会社になります。普段どんな業務をしてるんですか？実は株本さんとか上本さんにすでにご利用いただいているセゾンプラチナビジネスアメリカンエキスプレスカードをメイン商材として法人様の営業担当を行っております。具体的にはさまざまな規模の企業様へのビジネスカードの導入やクレジットカード決済の導入の営業を行っております。要はクレカ使ってくださいっていう営業ですね。はい、そうですね、うん、カードを作っていただいて実際に使っていただく。で、今僕と上本が使ってるっておっしゃっていただいたんですけども、年収チャンネルの法人カードはセゾンですよね。年収チャンネルとストックさんは別々の法人ではあるんですけど、ストックさんに一番多い質問の一つとしては、ウェブの広告運用のキャッシュフローの話を相談よくされることが多くて、これは我々の方の話なんですけど、はい、でウェブ広告運用の代理店とか運用者として独立するフリーランスって結構多くて、その中で広告費を自分で立て替えて運用して手数料を乗っけてクライアントさんに請求するっていうやり方をするのが一般的なやり方なんですね。ただこれキャッシュフロー鬼悪くて、というのも例えば100万円の広告を代わりに運用したとすると、100万円をまず Yahoo、Google にデポジットするんですね。例えば8月だったら8月最初にデポジットして100万円消化すると、9月頭になったら8月分は100万円消化しましたって言って、手数料 20% だったら120万円の請求書をクライアントに送ると。まず9月の末に120万円が振り込まれるとなると、100万円を2ヶ月連続デポジットして、2ヶ月目の最後に120万円が振り込まれると、要は200万円が先に自分の口座から消えるんですよね。で120万円がその後入ってくると。このキャッシュフロー、今100万とか200万の話じゃなくて2000万とか1200万とかになってくると、運用者として独立しようとすると、最初にそのキャッシュフローで銀行から借り入れをして、せっかく手数料 20% なのに銀行の融資の金利がそこから引かれて、それが利益になるみたいな、要は銀行の金利まで固定費みたいな感じで乗っかってきちゃうみたいなのが運用者の悩みで、だからクライアントさんのアカウントで広告運用するとか手数料だけもらうみたいなやり方も増えてるんですけども、でもクライアントさんは広告費ごと委託したいっていうところも結構多かったりするんで、その時にどうやってキャッシュフロー問題乗り越えればいいですかっていう相談をよく受けるんですよ。っていう時にウェブ広告をクレジットカードで払うと、そうすると支払いサイクルが良くなるよっていう話の中で、どんなカードを使うといいのかっていうのを小石さんちょっと教えてください。セゾンプラチナビジネスアメリカンエキスプレスカードというカードになります。それはなんでですか？カードもですね、起業したての方もお持ちすることができるようになっております。起業したて OK なんですか？起業したての方でも決算書とか登記事項証明書の提出が不要になってますので、起業したての経営者の方とか、例えば YouTuber の方とか、もっと言えばフリーランス個人事業主の方とか、そういった方に非常にお申し込みいただいてます。じゃあ独立したての方に優しい？そうですね、独立したてであったりとか、さらに独立前の方ですね、会社にお勤めのビジネスマンの方もですね、副業の仕分け用であったりとか、もっと言えばマイルを貯めるようにお使いいただいている方がかなり多いです。じゃあ支払いサイクルが長くてポイント率還元率が高いカード、正式名称なんですか？セゾンプラチナビジネスアメリカンエキスプレスカードと言います。支払いサイクルって見てる人はピンとこない人もいるかもしれないですけど、例えば今月買い物10万払いましたと、カードで切りましたと、その10万が口座から引き落とされる日はいつなのかっていう、それが支払いサイクルみたいな、はい、そうすると今のお勧めしていただいたカードはどのぐらいなんですか？弊社のビジネスカードは最長で55日後のお支払いとなります、うん、ほぼ2ヶ月ですね。そうですね、約2ヶ月、うん、かなり、長いかなというところで、具体的にはなんですけど、ショッピングでご利用した場合は10日締めの翌月4日払い、キャッシングでご利用した場合は月末締めの翌々月4日払いとなっております、うん、これ僕どっかで話したことあると思うんですけど、支払いサイクルが遅いカードを使って、例えば今回で55日後にもしなるとしたら得しかないんですよね、支払いが後って。この支払いが先になって最後帳尻合わせる時がどっかで来るわけじゃないですか。それがいつかって言ったら自分が死ぬ時なわけですよ。最後死ぬ時の2ヶ月が自分の遺産が削られるぐらいの感覚なんで基本この2ヶ月ずっと得しながら一生生きていくんですよね。先にその元手を切っといて、増やしとけばいいだけだからね、その2ヶ月の間に。そうですね、そういうことですよね。本当にそうですね、これだから支払いが後って本当にキャッシュイズキングじゃないけど、自分の手元にキャッシュが増えるんで、これはあんまピンとこない人も多いと思うんですけど、支払いサイクルの大事さはちょっと知っておいてほしいですね。ビジネスやるならなおさらですね。実際にウェブ広告のカード払いでこちらのカードをお支払いいただいて、非常に支払いサイクルが長いということで助かったと言われることが非常によくあります。具体的にはですね、Yahoo 広告とか Google 広告などのリスティング広告と言われるカード払いであったりとか、 Facebook 広告とか Twitter 広告と言われるウェブ広告全般でかなり使っていただいておりまして、ウェブ広告全般
ド、まあ、カード払いに非常に人気の高いカードとなっております、うん、やっぱり1枚は独立したらビジネスカードっていうのは必須ですよね。やっぱりキャッシュフローだけじゃなくて、支払い日を引き落とし日にまとめることができますので、キャッシュフローの管理に非常に便利かと思います、うん、ポイント率ってどんぐらいなんですか？こちらのビジネスカードですと、通常のプランですと国内でのカード決済で 0.5% のポイント率、海外でのカード決済で 1% のポイント率になります。具体的にはですね、ショッピングのご利用で弊社の永久不滅ポイントっていう期限のないポイントが貯まるんですけれども、こちらが国内は1000円ごとに1ポイント貯まります。海外であれば1000円ごとに2ポイント貯まるようになっております。こちら弊社の永久不滅ポイントは1ポイント5円相当になりまして、様々なアイテムやギフト券などに交換できるので、さっき言ったような計算になっております。そしておすすめしているのが弊社のセゾンマイルクラブというサービスへのご登録です。こちらのサービスにご登録すると JAL のマイルが自動で貯まるようになってまして、うん、JAL のマイルの還元率は最大で 1.125% になります。こちらのセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードであれば、登録料が無料でご登録ができるようになっております。具体的にはショッピングのご利用1000円ごとに JAL のマイルが10マイルプラス2000円ごとに弊社の永久不滅ポイントが1ポイント同時に貯まります。さらに弊社の永久不滅ポイントは200ポイント貯まりますと、うん、JAL のマイル500マイルにも交換することができるようになっております。難しい結論を知りたい。いくら使えば何ができるんですか？例えばですね、180万円のご利用で東京からグアムが無料で往復できます。さらに360万円のカード決済で東京からハワイ往復が無料でできます。往復ですか？往復ですね。毎月ハワイ往復できる。そうですね。すげえ。こちらの JAL のマイルの率が非常に高いというのがこのカードのおすすめポイントになっております、うんうん、消費税が 10% 独立した直後の2年間はそのまま利益みたいな感じになるので、はいはい、一種ボーナスなんですけど、カードを駆使すればボーナスがあるやりたい放題ですね。独立した手はそうですよね。こちら注意点としては、セゾンマイルクラブへのご登録が別途必要となります。登録に申請からだいたい1ヶ月ぐらいかかりまして、登録が完了した月の11日以降から JAL のマイルに自動で移行になります。例えば登録しなかった場合とか、まあ、忘れてたっていう場合であれば、最初にお話しした率で永久不滅ポイントのみが貯まる形になります。また JAL のマイルは航空券以外にも Amazon のギフト券とかですね、まあ、いろんなものに交換ができるのでかなりおすすめです。ということは自分で手続きしてやらないと1ポイントしかつかねえから、マイル気をつけろよってことですか？そうですね。登録したつもりで忘れてるとかっていうパターンもあったりするので、まあ、もし不明点とかがあれば全然ご問い合わせいただければと。なるほど。あと税金もカードで払えるんですよね？そうですね、うん、それはなんかどんな感じなんですか？こちらのカードは通常の税金のお支払いでも通常通りの率でポイントやマイルが貯まるというのがかなりの売りポイントになってます、うん、経営者の方と多いのが法人税とか消費税のお支払いが多いと思うんですが、そちらがですね、国税クレジットカードお支払いサイトよりお支払いいただけます。こちらのサイトは、まあ、Google とかで国税スペースカード払いと検索していただけると出るようなサイトになってます。他にも個人事業税とかフリーランスの方だったり多かったりするんですが、うん、そういった地方税も都政クレジットカードお支払いサイトとか、うん、そういった各自治体のサイトよりお支払いいただけるようになっております。なんか注意点とかあったりするんですか？こちらのクレジットカードで税金をお支払いしたときは、うん、手数料が仕組み上かかるようになっております。手数料も基本的に経費計上可能なんですけれども、事前に担当の税理士さんにご相談いただいております。また各自治体によって税金が払える払えないとかも多少変わってきますので、各自治体にお問い合わせいただければと存じます。限度額もよくあるじゃないですか、クレカの問題。あ、そうです。税金払ったら限度額とかは超えないんですか？そういうお問い合わせよくいただくんですけれども、うん、弊社であれば特別にですね、限度額を国税のお支払いということで一時的に最高倍まで増やすことが可能です。もちろん審査もあるんですけれども、カード裏面のセゾンプラチナアメリカンエキスプレスカードデスクにお電話いただければ増額の申請を受け止まっていたり、本当にお困りの場合は概要欄にある神奈川支社の担当小石宛にお電話いただければと思います。じゃあもろもろ便利ということで。そうですね。ちなみにプラチナカードデスクでは24時間365日対応させていただいてまして、飲食店とかホテルとかよくあるのが打ち合わせの場所の手配とかですね、結構探すのが手間だったりすると思うんですけど、うん、そういったのがお電話で予約が可能です。じゃあ年会費も聞いていいですか？はい、こちら弊社が発行させていただいているプラチナカードなんですけれども、うん、税込み2万2000円になります、はい、さらに年間200万円のショッピングのご利用で翌年度の年会費がなんと半額の1万1000円になります。でそれは社長しか持てないんですか？従業員やご家族用の追加カードも4枚まで可能でして、うん、1枚あたり年会費税込み3300円ですね。それは便利ですね。すごい。そうですね、うん、便利ですね。じゃあ最後ですね、今回キャンペーンがあると、はい、そうですね、今回特別にキャンペーンをご用意させていただきまして、概要欄にウェブのページを貼ってますので、はい、そちらからご確認いただくか、弊社神奈川支社の、まあ、私小石宛にお電話いただければと思います、うん、内容が変更になる可能性もあるので、こちらだけご確認をいただ
ただいてお電話いただければと思います。じゃあウェブページ、はい、まあ、要チェックということで、独立これからしたいという方だったりとか、すでに独立しててキャッシュフロー資金繰りに困ってる方とかをですね、概要欄から小石さん宛てにウェブページって言おうとしたんですけど、電話かかってきてもいいですか？そうですね、ガンガンお電話いただければと思いますね小石さん宛てにお電話して、はい、いただければいろいろやってくれるんですよね。もう全力で頑張らせていただきます。はい、こんな感じで本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。